アラメダ野生生物保護公園はジブラルタルのアラメダ庭園にある野生生物公園。アラメダ野生生物保護公園はジブラルタルを経由しようとした野生生物の密輸業者たちから押収したオウム、陸サルのコレクションとして1994年に開園した。ジブラルタルの税関はそれらの動物をジブラルタル鳥類学、博物学協会に引き渡した。 1996年、長年打ち捨てられていたアラメダミニチュアゴルフコースが整備され、この時も全てボランティアの手によって小さな保護公園へと作り変えられた。そのの、主な目的は押収された動物の飼育だが、適切に仕立てれば一般公開して、動物の違法取引だけでなく、野生生物保護に関して、人々の啓蒙に役立てられることが分かってきた。 この公園はまた、赤狐、渡りガラス、バーバリーパートリッジといった将来アッパーロック自然保護区への歳入が考えられている地元種の世話に関しても重要なものとなってきている。この公園は地元の学校にとっても重要な教材となってきており、地元の豊かな生物多様性だけでなく、広範な自然保護問題についての認識を高めるのに役立っている。 この公園は正金曜日、ナショナルデー、クリスマスを除き年中無休で開園している。入園料は一般的な維持費、餌代、獣医の謝礼に使われる。ここでは年に2回、5月と10月に参観日が設けられている。他にも各種のイベントが開かれる。ありがとうございます。